最終日です。今日帰ります、バスに乗って空港の方に向かおうと思います。通りかかったベイクハウスがガラガラなんで、ここいつもめっちゃ並んでるんですよ。ちょっと朝ごはんを調達しようと思います。ちょっとかなり買い物をしちゃったんで、すごい荷物が増えました。果たして荷物の重量はクリアできるのかちょっと心配なんですけど、今日はですね、3時の飛行機で香港エクスプレスで成田に戻るんですが、ちょっと微妙な時間なんで、まああんまり無理せずですね、どこにも行かず、もう空港に向かおうと思います。で、コーズウェイからだったらバスに乗っちゃうとですね楽なので、空港行きの E の11っていうバスをハイザンプレイスの前から乗って空港に向かいます。で、ちょっとだけ早いくって余裕もあるんで、空港近くの、シティプレイスアウトレットだったかなっていうところに、行ったことがないので行ってみようと思います。もう荷物がパンパンなのにショッピングモールに行くっていう、ちょっとアホみたいな感じなんですけどまあ行ったことがないんで行ってみようと思います。バスの中でちょっと寝てて、パッと起きた時になぜか降りるバスと勘違いして全然変なところで降りちゃって、で結局またそこで待って、次バスが来たのに乗ってやっとシティゲートの方まで来ましたいやすぐバスが来てくれてよかったです本当にもしもっと変なところとかだってバスが全然来ないとかだったら、下手すると空港にギリギリになっちゃったりとかするんで、よかったっす。もう雨が昨日からすごくって、傘持ってきててよかった。ありました、シティゲートアウトレット。あっちのちょっと雨降ってるんで、あっちの建物から中を通って行ってみます。アウトレット到着しました。アークテックスとかアウトレットあんの？ちょっとですね、調べてみたら意外とここから空港が隣駅ぐらいだと思ってたんですけど、意外と40分とか時間かかるみたいで、ほとんど見れないことが今わかり来なければよかったちょっとバッとどんな雰囲気なのか見るだけ見て空港に向かいます。こういうサンダルで5000円ちょっとですが、ここからさらに 15% オフみたいになるみたいで、結構安いですね。香港の中にしてはやっぱアウトレットだけあってかなり安い方です。日本ではあんまり見ないブランドのアウトレットとかもあるにはありますが、まあやっぱりインターナショナルで有名なブランドが多いですね。まあニューバランスもそこまで安くはないですね。レストランもたくさん入ってます。日本食も多いしね。でもここはアジアンフードもウェスタンフードもいろいろあって面白い、ちゃんとしたフードコートな感じがします。アディダスでーす。街中のアディダスには売ってなかったようなモデルもいくつかあるし、街中よりは 2,3000 円安いかなって感じですね。私勘違いしてたんですけど、このアウトレットモールがあるこの駅と空港違う路線なんですね。しかもここまで戻んないと乗り換えられないので、電車だと全然近くないってことを今知りましたちなみにタクシーだと10分ぐらいらしいんで、まあちょっとお金はもったいないですけど、もうタクシーで行こうかなと思います。かちょっとバスを調べてちょうどいいのがあればそうしようかな。コロンビアです。コロンビアは元の値段が安いから安いですね、このブランドに比べて。結構ハイブランドとかもあるっぽいですね。アルマーニとか
ダンヒル、イーグル、マーリー、マーバリー、ブルックちょうどタイミングが合う空港行きのバスがあったので、S1 っていうルートのバスで空港に向かいます。なんかバス全然思ったより早く着きましたね。10分ぐらいで着きました。3時の成田行きに乗って、東京に入ります。プライオリティパスのラウンジ使いたかったんですけど、なんか結構遠い40番ゲートにあるみたいで行くの諦めました。なんか昔はプラザ使えたはずなんですけどね、なんか今は使えなくなっちゃったみたいで、逆になんかプライオリティパスなのにプラザ使えないんだっていうのがちょっと意外でした。で、免税店でですね、日本では売ってないアドベックを見つけたので、購入をしました。あ、ちょっと出せるかな、これですね。全然見えないですね。スモークトレイルってやつです。ちょっと見にくいんですけど、こういうラベルのスモークトレイルってやつで、1本だいたい12,000〜13,000円ぐらいでした。で、2本買ったんですけど、1杯は普通にメルカリとかで2万ちょっとで売れるっぽかったんで、転売用に1本買ってきました。1本は自分で楽しもうと思います。で、タバコも欲しいんですけど、タバコはこっちじゃなくって日本の到着免税で買おうかなと思って、一応香港でも何が売ってていくらぐらいなのか調べたんですけど、まあ日本で買うのとほとんど変わんなそうだったんで、まあ日本の方が好きな銘柄が買えるから日本の到着免税でタバコは買うことにします。天気はですね、悪いっすね。まあちゃんと飛行機飛んでくれてるので本当ありがたいっす。飲み水がないかと思ったんですけど、ウォーターゾーンって別の飲み水を入れられるコーナーがあったので水ゲットしました。18番ゲートなんですけど、ちょっと遠くてまあまあ歩きましたね。10分ちょっと歩いたかな。もう搭乗時間なんで特にどこも行けず、ちょっとコーヒーだけ買って搭乗しようかなと思います。こっちにも免税店あるな。あ、しかもなんかこっちの方がいろいろある。さっき丸ボールとかなかったんですよ。帝国通り出発そうです。あんまり日本人の方いないですね。ほとんど香港の方の感じです。到着免税店行こうと思ってたんですけど、やってないのか、マジか。あんまやってないかなと思って一応調べたんですけどね、なんか最近更新してる方がいたんでやってるのかなと思ったんですが、ちょっと甘かったですね。